よう。なんだ、次の仕事はこのビルに関係あるのか。ここは確かアジアコマースカンパニーだったな。まあ、あまり深入りはしないことだな。引き金が軽くて仕方がない連中だって世の中にはたくさんいる。このビルの中にいないとは限らんだろう。裏の道に片足を突っ込むということは、もう片方の足を棺桶に突っ込むということだ。せいぜい気をつけろ。京一郎か。仕事はどうした？そうか。ああ、待ってろ。京一郎、おかえり。仕事決まったんだって？おかえりなさい、京一郎さん。私には？私はどうなのよ。もういいわ。で、今度はどんな依頼を受けたの？内容も報酬もペラペラ話すくせに。危ないことをなさらないでくださいね。
一郎くん、おはようございます。おはようございます、京一郎さん。おはよう、京一郎くん。朝ごはんですよ。たまにはこっちにも顔を出そうと思いまして。ま、そういうこともある。今日はまどかが朝から出かけていてな。何か用事があるらしい。コーヒーはまどかが用意していったから安心しろ。今注いでやる。もっとも、注ぐのもまどかじゃないとうまくないというのならやめておくが。いや、ずいぶんと仲がいいみたいなんでな。邪険にしてやるな。あいつはあいつなりにいろいろあるんだろうさ。まどかちゃんはいい子ですよ。ちょっと恥ずかしがり屋さんなだけです。京一郎さんに構ってほしいんですよ、きっと。欲しいものがあったら明日の夜までに行ってくださいね。あ、それはまた後で、全部思いついてからでいいです。ことこ、ちょっとこっちに来てくれ。あ、はい。ですけど、で、それはいいとして、昨日下調べとかしました？どうやって入りますか？停電してから電源が切り替わるまでが約30秒だそうです。1階から15階に行って、さらに目的の部屋に入るのは無理ですね。京一郎くん、屋上から壁を伝って窓から15階に入っちゃってください。目的の部屋は防火窓で、直接は入れません。ではでは、外からの侵入に必要な道具と、ビルの図面、警備の情報が必要そうですね。 ID の偽造は時間がなくて無理なので、非常階段と目的の部屋の鍵と、おまけで防弾チョッキを用意しましょうか。私はもう少しここでゆっくりしていきます。
侵入する道具とビルの図面、警備の情報に非常階段と目的の部屋の鍵ですね。京一郎くん、ここは日本ですよ。あれは冗談ですよ。とりあえず必要なものは分かりました。情報と鍵は用意してくれる人を紹介するので直接会ってください。その人との待ち合わせの場所は、何をしていたってこっちの勝手だろ。お前こそ仕事じゃないのか。ふーん、どうだか。帰るんだ。Thank you.
あ、別に。どこに？うん、そうか。ないな、お前の知恵ほどに。